です。ふうかです。もえかです。りまです。はるかです。みずきです。イエーイ。今日はなんと私たちからご報告があります。BGCT にてアイラママのモデルたちの出演が決定しました。イエーイ。改めて私たちの方から説明させていただくと、11月12日に開催されるイベント TGCT っていうイベントがあって、親子ランウェイっていうのがあって、ラブママの親子が選抜モデルとして歩くということです。その歩くモデルっていうのをかけて今回バトルを開催したんだけれども、まあそれぞれの家庭の事情もあると思ったんで急な報告だったと思うから、まあ、みんなっていう形ではなかったんだけども、やりたい人っていうことを前提に、バトルやりますっていうふうに告知をして、今回集まったのがこの6人ということです。皆さんそこだけ、分かってほしいなっていう感じです。他のモデル見たかったなっていう人もいたかもしれないけど、今回はこの6人が立候補してくれたっていうことですね。はい。はい。審査内容としては2つあって、1つ目はみくちゃんと、2つ目は TikTok での審査となりました。でみくちゃんは配信ポイントと投票ポイントの合算した上位2名が親子ランウェイ出演となります。そして TikTok は I love ママの公式アカウントに上がるそれぞれが自分で作った動画のリンクコピー数で対決しまして、それのランキング上位2名が親子ランウェイに出場決定という感じになります。ラブママってやっぱママだからこそ、私はママじゃないけど、そうね、ママじゃないけど、みんなが頑張る姿してるな。泣いた。今回頑張れなかった子もいたと思うんだけど、その自分の中でっていう意味で、アイラママのモデルとして頑張ってくれたことがすごく嬉しいし、ママでも頑張っていいって思えるような活動を準備するのが私の仕事だと思ってるから。そのね、今回バトルを頑張ってくれて本当に嬉しいし、辛い思いをするっていうのももちろん分かってたから、全員出してあげたいっていう気持ちは本当にあるんだけど、今回ね4人っていう形になっちゃったんだけど、本当に6人全員頑張ったって私は思ってるし、絶対に見てくれてる人はいると思うから、そこは誇りを持って取れたらいいなって思います。ということで結果発表をしていきたいと思います。投票数のランキングから発表していきます。投票数ランキング第6位50票ではるか、第5位77票でりの、第4位334票でもえか、第3位496票でふうか、第2位537票でゆずき、第1位638票でらなでした。皆さん投票ありがとうございました。ありがとうございます。第2位122万6426ポイントを獲得したゆずき、第1位これはちょっと圧倒的でしたね832万8851ポイントを獲得したラナです。ありがとうございます。はい、ラナさんからじゃあちょっと総括してコメントいただいてもいいですか。はい、配信のランキングっていうかポイント的には毎日出ちゃうから入れ替えとかは目で見えるので、すごいなんかそれが初めての経験だったんで結構ドキドキしたんですけど、その投票数は今日初めて聞いたので、想像してる以上の方に投票してもらってたりとかしてるのがすごい嬉しかったし、本当に本当に大感謝でいっぱいです。ありがとうございました。続きましてTikTok のリンクコピー数順位を発表していきたいと思います。第6位はるか、第5位
萌えか。第4位、ふうか。今回、2位が2人いましたので、同時に発表させていただきます。1人目が、りの。2人目が、らな。ありがとうございます。第1位が、ゆずぴです。ありがとうございます。じゃあ1位のゆずぴさんから、はい、お答えください。まあ、最後の最後まで何が起きるか分かんない戦いだなと思ってて、で自分のできることは何だろうって思った時に、配信がやっぱ自分の中で強みなので、配信をしていつも来てくれてる方とか来てくださった方にもうひたすらお願いして、自分の中ではすごい不安な気持ちもいっぱいあったんですけど、すごく嬉しかったです。みんなにはすごい感謝でいっぱいです。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ということで、これから、ランウェイ出演が決定しました、モデルの名前を4名お伝えします。1人目、ラナ。ありがとうございます。2人目、ゆずぴ。ありがとうございます。3目、りの。以上の4名となります。まあ、結果を聞くとね、やっぱりこう自分の思うようにいかなかったなって思うことであったりとか、それぞれねあるとは思うんですけど、まあ、皆さん頑張りましたということで、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のバトルは私の諸事情で思うようにできなかった、それが私の今回のバトルでの大きな後悔で、自分なりにできることはできることはって頭を振り返ってさせながら頑張ってきたから、そこについては自分で自分を褒めてあげて今回6人で大きな舞台に向けて頑張れたことが楽しかったし、初めてだったからもちろん新鮮だったし、もし次があるんだったら次こそは全力で頑張れる環境で挑みたいなって思ってます。ありがとうございました。まずオーディションで皆さんにたくさん応援してもらって、それでまた私がこのイベントを出るっていう風に言ったら、なんか負担にさせてしまわないかとか、入ったばっかりの私がどこまでいけるのかっていう不安もあったし、怖さもあったし、すごく悩んで、だけどやっぱりラブママに入ったからには自分の夢だったりやりたいことのチャンスは逃したくないと思ったので、イベントを参加したんですけど、周りのみんながいたからこそ最後まで頑張りきれたので、ファンの皆さんと私の周りの人たちには本当に感謝の気持ち、ありがとうございますっていうのはまず伝えたくて、ファンの方にもし結果発表とかの撮影とかがあったら、萌ちゃんは胸張って頑張ったよって言ってきていいんだよって言われて、周りに頑張ったって認められたんだっていうのもすごく嬉しかったし、またこういう機会、こういうチャンスがあったら頑張りたいなって思います。本当にありがとうございました。皆さん応援していただいてありがとうございました。ナッツではオーディションで入って、私のことを応援してくれてる人は本当に大切で、すごく感謝してるから、なんか無理してほしくない気持ちがあって、だから配信はゆっくりみんなと話そうって言って、私は TikTok で頑張ろうって思ってたんですけど、合間を縫ってもうずっとひたすらやってたよとか、その言葉が本当に嬉しかったし、だからこそ期待に応えよう頑張ろうって思ったけど、4人の中には入れたけど全部繰り上げで出演決定したのが正直すごく悔しくて、やっぱナッツから来た分なんかみんなからの期待もすごいし、だからなんかすごい悔しい気持ちがすごいいっぱいなんですけど、私を応援してくださってる皆さんに恩返しできるように活躍して、その活躍してる姿を見てもらって本当に応援してよかったって思ってもらえるようにこれからも頑張っていくので、応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。11月12日見てくださったら嬉しいです。
ありがとうございました。本当に応援していただいてありがとうございました。なんか応援してるよっていうコメントとか結構支えられたなってすごい思います。なかなか配信もできなかったし、でもできる時間をやろうと思って自分の中では結構頑張ったかなとは思っていて、悔しいんですけど期待には少し応えられたかなって思うので、周りとかもすごい支えてくれてて、いっぱいバトルしてきたけどなかなか思うように結果が出なかったから、結果出なかったのすごい毎回悔しかったので、誕生日なので子供たちと歩けるのは一番いい誕生日プレゼントになるかなって思います。本当にこの期間支えていただいてありがとうございました。頑張ります。イベントを応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。不安もありながら参加したんですけど、子育てしながらの配信だったので、ゆずおにも寂しい思いとかすごいたくさんさせちゃったなと思って、どうしてもやっぱ一人で育児しながら配信してるとたくさんいろんなことを言われたりとか配信でするんですけど、ママでも夢を諦めないでいいんだよっていうのをいろんな人にそれで元気を与えられたらいいなと思って、この期間はもう全力でいっぱいみんなに伝えて、アイランママをきっかけで知ってもらえたらいいなって思いで一生懸命最後までやったので、自分の中ではすごい頑張って結果出せたので良かったかなと思います。このイベント期間中すごいたくさんの方が応援してくれたのがすごい自分の中でも自信になって、これからも頑張ろうって思えたので本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございました。11月12日に TGCT が開催されるので見ていただけたらとっても嬉しいです。今回、応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。もう大感謝の2週間だったんですけど、私でも一緒に頑張ってくれて、ファンの人もすごい一生懸命頑張ってくれて、こういうのって結果が出ちゃうけど、その間の期間をどれだけ自分が頑張れるかがすごい大事だと思うし、やりきったって思えたら後悔はないから、チャレンジできるこの企画を提案してくださったのも本当に感謝だし、この2週間で一個自分が強くなれるこの階段を一緒に登れ、一緒にっていうか登れたなって思うので、すごいとっても自分にとっては意味のあったし、これから先もっと頑張っていきたいなと思える2週間でした。モデルとしてもビッグになりたいし、親子ランウェイも完璧に可愛く歩きたいです。本当にたくさん応援していただきありがとうございました。ということで、皆さん改めてたくさんの応援ありがとうございました。ありがとうございました。11月12日に開催される TGCT に I love ママから4人出演させていただきます。皆さんぜひ見てください。見てください。はい、ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。